公園。公園とは、公衆が行為、い、または遊びを楽しむために公開された場所、区域。従って、公共性の高い団体、組織によって共され運営されることが多い。対象となる場所は目的に適したように整備されるが、元々の自然状態を保つことが優先される場合も、ある。歴史的に庭園や遊園地と重なる、あるいは包含する概念である。 公園には、次のようなものがある。都市計画学や造園学などの分野で、専門用語として使われる、公園は、英語、パブリックスペースの訳語で、緑地の位置形態である。公園は、公衆の利用を前提とする土地であるが、用地を確保し、施設整備を行う映像物公園と、地域を指定して、規制により質的な維持を行う地域性公園に、大別される。児童遊園。 また、都市公園法での外区公園、動物公園、都市公園、森林公園などは映像物公園に、国立公園、国定公園は地域性公園に属する。公園の概念はイギリス市民社会の成立と同時進行で形成された。良好な環境を享受する権利や散歩などの運動を行う権利が市民の持つ当然の権利、市民権として主張され、 森林法と森盤が市民を遠ざけていた王の私的な狩猟園地、林園を公衆の利用に開放したものが公園、パブリックパークの始まりである。米国においては王がいなかったのでパークはパブリックパークの意味である。逆に狩猟園地をと呼ぶ。日本の公園は明治時代以降に開設された。これより以前に江戸時代には仙台に桜の場。 1695年、元禄8年現在の龍岡公園など各地に、馬場が存在し、社寺境内と同様に干賞樹木を植栽し、見世物小屋や社敵、茶屋などが出展しにぎわいを見せていた。明治に入ってからは、神戸の外国人居留遊園、1868年、明治元年と北海道開拓司会楽園、1871年、明治4年現存せず、 横浜の山手公園、1870年、明治3年が存在した。明治期に入ってから、すぐのものは、居留地の外国人専用などであり、日本国民にとっては、公園ではなかった。日本では、1873年、明治6年1月15日の、明治6年大乗館布告第16号において、と定め、常知令により、 旧社寺地等を接収し公園としたのが映像物公園制度の始まりである。この布告で1873年3月25日国内最初の5公園が正式指定され、1887年、明治20年頃までに約80カ所の公園が全国で設置された。江戸期から継承地とされ、明治期に公園として開設された松島、天の橋立、秋の宮島。 日本三景や大名庭園である、海楽園、剣道園、幸楽園、日本三名園などの公園の一部は、1919年、大正8年制定の旧、史跡名称天然記念物保存法により、著名なる公園及び庭園として名称に指定されていった。なお、1951年に、当時の建設省から各都道府県知事に、 公園施設基準が通達されている。これにより、運動場と緑地計画標準案にある運動公園とを区分している。またこの時、公園内の施設についての条件規定を定めた。都市公園法の交付施行によっても、明治6年の大条間二つは廃止されておらず、依然として生きている。公園制定の方は、過去に東京市区改正条例設定。 特別都市計画法による特別都市計画事業、新都計画による公園がある。都市公園法では法令制定前に国有地に存続していた公園について管理者である地方公共団体には無償貸し付け都市、国有財産法上は普通財産にしている。世界的に国立公園の指定の機運が高まり、これに対応して 旧国立公園法が1931年、昭和6年に制定され地域性公園が始まり、1957年、昭和32年の自然公園法に引き継がれた。地域性公園は自然公園法に基づく自然公園に代表され、国または地方公共団体が一定区域内の土地の権限に関係なく、その区域を公園として指定し土地利用の制限。 一定行為の禁止または制限等によって自然景観を保全することを主な目的としている。また、海を含む国立公園、国定公園、国営公園の中に海中の魚類資源の保護を目的として海中公園が57箇所で指定。海中公園とは優れた海中の景観を保護し、その景観を大切に利用するために国が指定する地区である。 映像物公園について長く法整備は遅れていた。1五十六年、昭和三十一年の都市公園法により、体系化され公園の整備基準等が定められた。都市公園は、都市公園法第二条及び都市計画法第十一条第一項、第二項に該当する土地で、同法では、園路、広場、花壇、砂場、植物園、動物園、野外ステージ、 プール、陳列館、売店、駐車場などを備えた敷地としている。都市公園法に規定される都市公園には次のものがある。映像物公園は厳密には都市公園法に基づく都市公園に代表され、国または地方公共団体が一定区域内の土地の権限を取得し、目的に応じた公園の形態を作り出し一般に公開する映像物で、 都市公園法に基づき、国、都道府県、市区町村が設置、管理している。自治体等の都市計画関連部署は、都市公園法で規定されている、都市公園及び、特定地区公園を所管する。公園に設置できる施設は以前、トイレや休憩所、災害用倉庫などに限られていた。2017年6月施行の改正都市公園法で、保育所や学童クラブ、 高齢者福祉施設などが加えられ、レストランも出店しやすくなった。類似しているものとして、休校生省所管、児童福祉法に基づく、児童遊園、厚生年金による、年金公園などや市区町村の条例に基づく、公園、公実の都市公園以外の公園を参照などある。なお遊園、遊園地と名乗るものやパークと名乗るものは、例外はあるが大抵は、 法人経営のものである。複数の市町村に住む広範囲の住民が利用することを目的とした公園。風地公園、動物公園、植物公園、歴史公園、母園を言う。なお植物園や動物園は博物館法という日本の博物館の基本法の定義では同じ社会教育機関として位置づけられてもいる。植物公園の中には 近年の施策として、都市住民の緑化意識の高揚と植栽知識の復旧等を図り、都市緑化の推進に資することを目的に、緑の相談所や、教材園、日本園を設置した都市緑化植物園などある。歴史公園については、日本の歴史公園百選なども参照。母園とは、母地、埋葬等に関する法律、第2条第4項に規定する墳墓。 すなわち死体を埋葬し、または小骨を埋蔵する施設の集合を包括する一段の土地で性的な公園の機能を併せ持つ施設を言う。東京図書館では多摩霊園、矢柱霊園などがある。国営公園は複数の都道府県の住民が利用することを目的とした公園。国営なので通常は国土交通省管理運営。また近年の施策として、 オートキャンプ場の整備が国、国営公園や自治体、大規模校を中心に積極的に推進されており、質の高い快適なオートキャンプ場を続々新設するなど、施設面での環境整備を進めている。干渉緑地は、大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和もしくは、 コンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等々を分離遮断することが必要な位置について、公害、災害の状況に応じ配置する。主として、都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地であり、 一箇所あたり面積0.1ヘクタール以上を標準として配置する。ただし、規制市街地等において良好なキリン地等がある場合あるいは緑化樹木を植樹することにより、都市に緑を増加または回復させ、都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合に、あってはその規模を0.05ヘクタール以上とする。主として、動植物の生息地、または 生育地であるキリン地等の保護を目的とする都市公園。都市の良好な自然的環境を形成することを目的として配置する。緑道は災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区または近隣住区総合を連絡するように設けられる。 食事体及び歩行者路また自転車路を主体とする緑地。福音中から20メートルを標準として、各都市施設、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶ、要配置する。国民公園は、環境省設置法に基づき、環境省が維持及び管理を行っている公園。公共外苑、新宿居園 京都漁園の3カ所と千鳥が淵戦没者墓園。都市計画区域外の一定の町村における農村漁村の生活環境の改善を目的とする公園。面積4ヘクタール以上を基準として配置する。第三次全国総合開発計画の地方、定住構想の趣旨を受けて、都市計画区域外の一定の農産漁村の地域において、住民の文化、スポーツ面で、 都市的な施設に対する要求に応えるとともに、生活環境を改善するため、都市公園における地区公園相当規模、標準面積4ヘクタールの公園に応じ、1990年から補助が行われている。防災公園とは、地震に起因して発生する、市街地火災等の二次災害時における国民の生命、財産を守り、大都市地域等において、 都市の防災構造を強化するために整備される広域防災拠点、避難地、避難のとしての役割を持つ都市公園及び干渉緑地としている。都市の中に確保されたオープンスペースは都市災害の避難場所という安全性向上の役割や都市環境の保全というような役割があるが都市の公園や緑地も本来防災機能を有しており多くは 従来から避難地に指定されているが、防災町づくり防災公園にある通り、防災的役割を担う都市公園の中でもとりわけ高い防災機能を持つ都市公園を国土交通省が整備を推進している。防災公園は、その規模や機能により都市公園を次の5種類に区分される。さらに、この他に、身近な防災活動拠点の機能を有する都市公園。 外区公園等も含めて、防災公園等と称している。災害等の生命に関わる緊急時において、これら防災公園は、防災関連施設と連携し活用され、地域防災計画や災害復興計画等に基づいて運用される。何らかの出来事等を記念して設置する公園で、記念公園という名称の公園となることが多いが、名称に記念の文字がなくても、 都市公園等で大規模なものは大概何かを記念して公園をおけしているケースが多い。都市化の進展による自然環境の減少に伴い、都市内において野鳥等の小動物と接する機会が減少している一方、野鳥や昆虫等と身近にすることへのニーズは年々増加し、都市内において小動物のオアシスとなるべき質の高い緑地環境の保全創出を図る必要から、 都市に自然を呼び戻し、人間と生物が触れ合える拠点整備を目的とした公園。高齢化社会に対応した都市公園整備の一環として、期間公園から大規模公園までを対象に、高齢者と子供が共に楽しめるように配慮した都市公園として整備される公園。通常の公園機能に加え、ゲートボールや簡単な球技のできる多目的広場を設置するものとしている。 産業転換を図ろうとする業種の工場、倉庫跡地及びリゾート地域。これらを地方公共団体により、都市公園の整備、及びこれと一体となったリゾート施設を民間活力の積極的活用により整備する。子により、良好な環境と景観を備え、公開性を有し、低廉な料金で利用できるリゾート施設等の整備を図ることを目的としている。 相互に関連した次の3区域からなる、交通公園は、児童の健全な遊戯と合わせて児童に交通知識や交通道徳を体得させることを目的として設置される都市公園で、園内には信号機、横断歩道、道路標識など、道路を模した施設、コースが設けられており、遊びながら交通ルールを学ぶこともできる仕組みになっている。 自動車の急増と自動の交通事故が大きな社会問題となってきた背景を受けて1962年、昭和37年、発行交通公園設置運営要領により、定められ、1963年、昭和38年11月に、国内初の交通公園兵庫県立西向公園、兵庫県天が崎市、2012年4月に、兵庫県から天が崎市へ、 以上が解説された。100メートル道路などに面して作られる、細長く伸びる、大規模な都市公園で、成り立ちから考えれば、当然のことながらこれらの公園は、公園というより、広く作られた歩道という印象を持つ。大通公園、大通公園、久屋大通公園などがある。保存緑地は、緑の保全を図るため、樹林地、樹木等を、 保存緑地として指定する制度で各自治体等で条件に該当するものを指定の対象としている。公開緑地は緑の活用を図るため公開できる緑地として指定する制度で都市計画区域内において有給となっている私的空間地について土地所有者と地方公共団体との間で土地の使用について契約結んで施設の整備を行い整備後は 都市公園として設置する。児童公園的な利用が図られる。児童公園型や既存樹林を利用して、林間レクリエーションの場を提供する市民の森型などに分類することが切る。その他の省庁、自治体他が関係する造営物公園には、次のような事業等により、次のようなものがある。河川公園は一般には、河川法第6条第1項に規定する。 河川区域内に設置する公園。河川法に基づいて行われる河川整備事業のうちの河川環境整備事業での環境護岸、せせらぎ水路、散策路等の整備を行う稼働整備事業と河川水面利用の適正化や推進を図る河川利用推進事業などで設置されたりするが、大半は都市計画法第11条第1項に規定する都市施設を除いたものである場合が多い。 河川区域の内ダム周辺を整備する、公園化する事業は、主にダム建設事業完了により生じたダム湖、貯水地周辺の跡地を整備して公園化するもので、あるが、これも都市公園にしない場合が大半である。水産庁が所管する環境整備事業で、国土保全との調和を図り、国民の休養の場として、その利用に供するため海外環境の整備を行い、 合わせて快適な海浜利用の向上及び、背護地の生活環境の保護に知ることを目的としている。旧運輸省所管の環境整備事業で、主に海湾の汚泥春節の港湾公害防止対策事業、廃棄物処理を目的とした廃棄物処理施設整備事業のほか、緑地の整備や海域環境の改善、自然再生などを目とした港湾緑地等整備事業がある。 港湾を場とする物流活動生産活動の集中等に伴う港湾環境の悪化に対処するとともに緑の港として市民に憩いの場を提供することを目指して昭和48年ドラ港湾における緑地広場等の整備を行う港湾環境整備事業を実施している翌年から東京大阪直江津等64校で事業費58億円をもって緑地 広場、植栽、休憩所等の整備を行い始めた。また、港湾環境の保全のための事業として、港湾公害防止対策事業、廃棄物処理施設整備事業等も行っている。海上公園は、港湾施設に設ける都道府県の港湾局や農林水産部等で設置、所管する公園の総称。通常は、都道府県が公園事業化計画を立て、場合によっては、 地方自治法、昭和22年法律第67号第244条の2第1項の規定により、設置及び管理について必要な事項を定め、運営する。名称としては、海浜公園、不頭公園、海釣り公園などが当てられている。公安法、第2条第5項第9号の3に基づく、公安環境整備施設として整備された公園を指す。 地方自治体の条例によって、防災拠点緑地、避難緑地、緑のオープンスペースの確保、埋め立てにより失われた水際線、動植物の生息環境の復元、さらには、臨海部の就業者の就労環境及び、住民の生活環境改善を図るなど、地域の特性に応じた整備を行っている場合が多い。また、港湾に立地する民間事業者の協力のもとに、 公安管理者がその用地を借り上げて、浸水緑地を整備することや公安を場とする、物流活動、生産活動の集中等に伴う、公安環境の変化に対処するとともに、緑の港として市民に、憩いの場を提供することも目指している。1973年の公安法改正で制度化された、砂防法第2条の規定による、砂防指定地内において、 優れた自然環境や社会的環境を持つ地域等の経流において自然環境との調和を図り緑と水辺の空間を確保することによる生活環境の整備または景観浸水性の向上や生態系の回復等を図り周辺の地域環境にふさわしい良好な経流環境の再生を目的とする都道府県知事が施行する砂防工事のうち 特に経流環境の整備が必要と認められるもので、次の各校に該当するものを公園化等を実施する。一件あたりの事業費は3億円以上が対象。農村公園、農業公園は農林水産省所管の農村生活環境基盤整備事業の施策にある。旧労働省所管。全国に建設した勤労者のためのレクリエーション施設。子供の国は、 旧高生省所管。不時農家は文化庁が所管。地方の代表的な遺跡を中心に遺跡の周辺を整備して、その地方から発掘された埋蔵物などを収蔵展示する立派な資料館があり、公園のような作りになっているが、憩いの場所というよりも、むしろその地方の歴史を学ぶ場という形態をとっている。ところによっては、歴史公園として登録されているものもあるが、 公園として登録はされていないものが多い。自然の中で私たちの祖先が残した遺跡に触れながら古代のロマンを思うことができる憩いの場所である。文化庁の文化財保存事業、史跡等活用特別事業費国庫補助金、史跡等活用特別事業などにより整備される公園。指定を受けるためには遺跡が国の史跡指定を受け取ることが必須条件である。 地方部における都市公園の整備の推進と中心施設として地元と都市の協力によってコミュニティビレッジ等の施設や農林業、体験施設などを整備し、それらの施設の活用によって都市部と地方部の住者の触れ合いを推進する公園。旧実小所管のふるさと創生事業、ふるさと創生基金や地域づくり推進事業、地域総合事業によって作られている。 例えば、支援事業、リーディングプロジェクトで、新潟県では、福島方生態園整備時により、福島方の失われかけている自然環境を復元し、多くの人々が自然と触れ合い、自然を学習する場となるような公園を整備。ダム公園は、自治省が進める、神話と鉄をテーマにした、広域文化圏観光ルート事業の一環として、取り組んだものがある。 北海道旭川市の平和通買い物公園や仙台市の一番町四丁目買い物公園、一番町一番街買い物公園3勝などがあるが、これらは歩行者専用道路である。本来はニューヨークのペイリーパークのようにかなり小さな敷地に設ける公開施設の意味で、都市生活の中での潤いや休憩のために整備される市街地の空地や、 建物前の小広場等を利用して設けられる比較的小規模な空間のこと。公有地に限らず民有地の借用も含めてバス停など道路施設を中心に整備されたりするほか道路予定地を仮に施設整備しておく際に設置される場合もある。一般の公園と比べて規模は相当小さいが都心部等オープンスペースの少ない地域では魅力的なくつろぎの空間となる。 詳しくは、ポケットパークを参照。空港近くにある公園。エアフロントオアシスを参照。都市公園以外の公園とは、都市公園以外の都道府県立または市町村立の公園、または緑地を言い、当該自治体が当該公園、または緑地に設ける公園施設に準ずる施設を含むものである。自治体で公園条例及び、 公園条例施行規定などを制定し、法大上大公に規定する公園施設を言うなどと規定している。公園施設で名前の最後に公園としているものや広場としているものは大抵この類である。また立体公園制度がない時代に城下センター等に設置された屋上公園などはこうした措置をとって設置している。宿川公園も都市計画道路として 事業を決定したので、正式名は、宿川河川実機緑地としている。個人私有地であっても、公園と名乗ることに対しての罰則規定等は存在しない。したがって、福島県にある花見山公園のようなものも存在することになる。また、法人経営のゴーラ公園のようなものも存在する。国土交通省監修土木工事積算基準では、公園工事とは、 公園及び、緑地の造成整備に関する工事にあって、次に掲げる工事。敷地造成工、園地広場工、植樹工、芝付工、花壇工、日陰棚工、ベンチ工、池匠、遊戯施設工、運動施設工及びこれらに類する工事としている。日本には公園に関する組織として、一般財団法人公園財団、公園財団、英明、 ワークスリクリエーションファンデーションがある。1974年、全身の公園緑地管理財団が創設され、2012年4月1日に、一般財団法人公園財団に改称した。1974年の財団設立以来、国営公園の管理運営、全国各地の都市公園等でのマネジメント業務を実施。これを通じて、 日本の公園とレクリエーションサービスの向上を図ってきた。このほか、公園に関する調査研究機関である公園管理運営研究所を併設。公園緑地の管理運営に関わる技術開発のほか、世界の実情動向も踏まえた専門家の育成や花と緑の文化普及と啓蒙活動にも取り組んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。